それでもほら元お芝居なんだからさみたいな改めて大きな拍手でお迎えください。完成試写会ということで、半分もう気持ちはドキドキなんですけれども、ほぼ1年ぐらい前の撮影でした。伊豆の下田でロケーションで、毎日毎日楽しくて、終わらなければいいなと思ったのがつい昨日のように思い出されます。最初のシーンが僕のうちに染谷君がやってくるシーンから始まったんですね、はい、で染谷君が、まあ、染谷君のペースで入ってくる。で私の校長先生のペースが崩される。でそういう崩される演技じゃなくて本当に乱されたんですね、ペースを。私は君にねそういうオーダーと言いますかね、うん、違う速いリズムで書き回すように、その違うリズムの人間がっていうので、そう、それはやってくれって聞きましたけど、でもそれでもほら元お芝居なんだからさみたいなあるじゃない。で本当にこうあたふたしちゃったんです。で監督さんがそれを OK したんですね。あ、そうだ、深川さんってこういう人だったなと。それで再度立て直しまして、でそれからはそんなことの連続の日々です。連続の日々でしたが、それがだからだんだん心地よくなって乱されることが、だから自分でペースを作っていくよりは乱される方がこの映画はいいんだなと思って、そういうふうにこうリセットして楽しむことができました。はい、ドロブちゃんどうですか。もういい思い出だったって言ってる言ってますよ、ね、本番に強いです。見てください、はい、お結構お客さん入ってんななんつって、ね、すごい冷静に見ておりますけれども、氷の招き猫です。どうぞ拍手でお迎えください。こちらなんとライトアップできるということなので、3、2、1、じゃん。ピカピカするんだ。いや、さあ、なりました、これ。あ、来ました、光りました。時間差で光りましたね、これ、来ました。大丈夫でしょうか。光りました。で、そうか、今照明がね、バンってきてますからね。まさかの消えましたけどもね、これはまだ来るのかな。もう見ましたね、ほら、ドロップが誰の仕業だって感じで、今袖の方見てますから、本当困るにゃーっつって、じゃあ、幸いです、お願いします。